特に2点から3点をリードしているときは併殺プレーではまず先行打者、先行走者を確実にアウトにせよ、うんうん、要するにゲッツー焦って両方はセーフにするなってことですよね。まず1つ取れ、うん、そういうことですよね、うんうん、ゲッツー焦る子が結構多いじゃないですか、うん、ショートセカンドでもね、それをなくすためにまずは1つ、うん、そういうことですよね。そうですね、うん、いや例えばこういうケースで、例えば2点リードしてますと、うん、ね、1アウトランナー1、2塁ですと、はい、ね、セカンドゴロ行きましたと、うん、はい、うん、やや厳しいっていう、うん、でその時にややポジションからやや右の方に行っていきましたと、うん、こう取ってこう投げなきゃいけないっていう、うん、その時に取って一塁ランナーは二塁でアウトにするのか、仕方なくして取ったけど、まあ無理せずに一塁に持ってするのか、そうすると2アウト2、3塁のピンチになるわけですよ。一打同点ってこともあるんだよね。そういう時にまあ多少無理してもいいから一塁ランナーを殺すためにスカンデル投げなさい、で2アウト1、3塁ヒットでも1点取られても1点差リードでまだ1、2塁のピンチは残るんだけど、そういうことだと思うんです。そういうことですね。だからまずは、2点3点の時は先のランナーをアウトにしなさいというところだよね、はい、うん、だからまあそういう想定した練習が必要だって話だよね、うん、あの昔西武ライオンズについてもよくたまに話すんだけど、うん、ベンチの指示はこうだったけど、うん、いやこうなった方が良かったんじゃないのという筋こっちだろってから、石井さんこっちでしょみたいな、なんかね結構もがくとこがあったのよ、うん、いやこれこうすれば2つアウト取れたじゃんって、うん、だから俺よく言うんだけど、もがくっていうんだね、うん、もっとこうできたんじゃないかなという、そんななんか意思のなんか確認作業があの時あったかなと思って、うんうんうん、多少そういう時ありましたよね、うん、ただね最終的にやっぱりベンチの指示が優先するからね、うん、プレーはね、だからその後にやっぱりいろいろ野手同士で話したりとか、うん、コーチを交えて話したりとか、そうだね、そういうのはやるべきだよね。そうですね、うん、そのコミュニケーションがあるチームの方が多分強くなっていきますよね、間違いなく強くなる、うんうんうん、よりもっともっとという、うん、なんかそういったのが、まあ、昔のライオンズにはあったかな、うん、まあ、それもある面ではこういったテキストのおかげなのかなという、ね、うん、そうなりますね。それぞれの外野手は自分の隣の外野手をバックアップせよ、もうそれは当然ですね、当然ですね、はい、セット大変だね。それにもう一つあるんです、はい、それにもう一つ大事なのは各ポジションに飛んでいった打球があるじゃないですか、はい、横の外野手はちゃんと前か後ろかっていうのを明確に指示出しなさいと言ってます。横から見てる人が一番後ろなのか前なのかって分かるんで、ね、特にセンターはね、特にセンターは、ね、難しいよね、はい、で両サイドの選手が前とか後ろとかってね瞬時に言ってくれると、うん、意外とね、うん、体がこうカチッとならないんですよ、うんうん、あ後ろかみたいになるんです、うんうん、でそれを言う選手と言わない選手がもうはっきり分かります、うん、これ性格ですね、うん、それは訓練じゃならないの、うん、もう言ってるんだけど、うん、なかなかできない。ただ気の利いた選手は絶対にやってます、うん、はい、でそういう選手は、まあ、センターに行けばレフトにも指示出せるし、うんうん、ライトにも指示出せる、うん、そうなんだよね。ベンチにいてもさパーッとチャチャーッと声、ベンチから声とかね、うん、ああいう声を出す習慣っていうのは、うん、まあ、尊い大事なことかもからね、うんうん、だからレフトに飛んだボールをレフト、うん、レフトとかも言うなと、うん、でレフトしか取らないだろう、ね、だったら前か後ろかの指示を出してあげなさい、うんうん、ということはセンターに入る人間というのはそういう声が出る起点の効く人選も必要だって話だね、うんうん、はい、だから逆に言うと肩がそんなに強くなくても、うん、足が速くて、うん、起点が効くやつの方がいいです。うん、なぜかというとセンターからホームでねなかなかさせないんですよ。させないね、はい、うん、だから逆に言うと肩のいいやつとか足の速いやつをライトに置いて、うん、捕殺の可能性があるじゃないですか、うん、セカンドもある、うん、サードもある、うん、ホームもあるでしょ、うん、センターって基本的にはもう浅く守らない限りはもう可能性ゼロですから、うん、ね、多分この今のポジショニング本来のコメントは多分白石の方はすごい参考になると思いますよ、うん、どうぞ生かしてくださいね、うん、はい、特に塁上に走者がいるとき内外野中間点のフライは内野手に代わって外野手が捕球の役割を引き受けよう、うん、よく、ね、まあ、横の連携って言葉つけるけども、はい、横も含めて縦横の連携もやるってことを言うんですね、うんうんうん、そうしないとどうしても内野手って後ろこう取り行くと大変なんで、うん、アクシデントも起きるから、はい、だからそこら辺も常にまず試合前に必ず言います、うん、横だけじゃなくて縦横の連携もやってくれって、うんうん、
でまた選手が変わればまた変わってくるからな、うん、ということを常に言ってますね。フェンス近くへの高いフライに対しては外野手はまずフェンス際へ走り、次にもし必要ならばそこを離れて補給すべし。まあ最初にフェンスくっついてそこから前出てこいっていうことですよね、うんうん、ランニングゾーンなんかあれ分かるの？分かります、分かります、それは分かります。足の感覚くる、はい、あやばい、あと3メートルでフェンスなんみたいな、うん、もうはい分かります。それは練習しましたよ、ノックで。あそう、うん、俺それやってて登ってしたら打球がここに当たったことあるんで、あの取ったの、取ったの、うん、取ってしたら実弾の打球が、練習の球が、ああ練習、ね、うん、ワンバンしてポンと当たったことある。特にあの昔の西武球場は登りやすかったじゃないですか、ラバーがあって、うん、その上には金網だったんで、うんうん、だいたい1メーターちょっとぐらいしかなかったもんね、はい、それから金網だったからね。そうですね、うん、よく俺まず手触る人がいるじゃんか、はい、あれはあれで大事だよ、ね、あれは大事です、うん、日本の野球のグラウンドのフェンスってどうなん？メジャーなんかすげえクッションがあって柔らかそうだけど、ちょっと憧れましたよね、うん、メジャーの、もう思いっきり走ってぶつかっても大丈夫なやつ、うんうん、僕ね大阪球場でもうないですけど、うん、あのラバー貼ってあったんだけど、うん、もうその後ろコンクリートなんですよ、うん、あったで、あれぶつかった時に頭飛びましたからね、うん、記憶がパーンって、うん、もう強烈でしたもん、うん、その反発が大したことないなと思ったんだけどすごかったです。最近どうなの？最近はね結構柔らかくなってますよ。あそう、うん、結構ね、うん、思い切っていってる。アマチュアなんていうのは金網とかまず多いじゃん。そうですね、だからあま、ね、まあ、早めについて手を確認して、うん、こういうふうにした方がいいってことだよね、うん、まあ、昔はだからそうだったんですよ、うん、昔の球場を例えにそう、アマチュアでは例えられるよね。そうですね、地方球場とかね、地方球場はね、はい、一塁走者は、これランナーだね、一塁走者は打球が自分の前、中堅もしくは左翼に飛んだ時、三塁コーチの指示を見るな。まあ、その方だ、ね、そうそうそう、もう自分の判断です。まあ見えるところは自分の判断します、うん、全部見える、うん、あとはだから自分のだから背中一二塁間のヒット、うんうん、ライト前ヒット、こういう時は一塁ランナーは三塁コーチを見るの？それは僕は僕ですよ、外野の守備見てました、うん、結構ダイソー多かった、ね、僕は正解だと思います、うん、でその打球によってこう行きながらチラッと見るんだよね、うん、だからそれ自分の判断で言ってましたよ、うん、それはもうサードのランナーコーチ次第ですよ。ああそれは言えるかな。サードのランナーコーチが俺の方見んかっていうコーチもいたんですよ、うん、それはチームで決められない、ね、そうです、うん、だからチームで決めてくればいいですよ、うん、後ろ見れるやつは自分の判断で行っていいよって言われればいいけど、うん、それを嫌がるランナーコーチもいるわけじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱりある程度は自分の判断、そうです。高校野球見てくださいよ、レフト前ヒットなのに回る前から三塁コーチ見てたもんこれはダメ。慣れてくるとさ、うん、投げてシャッフルで、うん、例えば1、2時間来るじゃん、うん、打球の強さ、うん、当然外野の守備位置大体分かるよね。打球が飛んでって、うん、やしライトが取る瞬間、うん、ポッと見れる、うん、それによってどういう体勢で取ってんのか、うん、ベース踏む前に見るんだろうけども、うん、それの大体判断で三塁コーチを見る時間は俺はなかったよね、うん、もう自分でほとんど見ていく、うん、自分で見た、うん、だってハンブルした時に行けないですもん、うん、そうランナーコーチ見ていってたら、うん、三塁コーチは止めるのが役目だっていうことを教えられた。まず、ね、止めるのが役目だってことを教えられたから、うん、僕も三塁コーチになったことになるけども、うん、そういう感じでやってましたよね、うん、あのまず守備位置を見れと、もう一つ言ったのは今でも言ってますけども補給、うん、瞬間を見れと、とにかく一生懸命前見て一生懸命走る子が多いじゃないですか、うん、だからこういう時はチラッと見れば済むことじゃん、うん、盗塁のフラッシュと一緒ですよね、うん、ヒットエンドランド ね、うん、フラッシュと一緒だ、見たってそんなにね時間かからないよね、変わんない、変わんないもんね、変わんない、変わんない、うん、あとはほら広橋が言うように何が何でもみんな全力疾走じゃありませんよっていう、うん、そういうことです、うん、そうそう、例えばね一塁ランナーにいてセンター前ヒットになりました、うん、どう見てもサードいけないよねって、うん、その時全力疾走して、うん、ね、二塁ベースで余って、うん、あっ決めつけてファンブルしたらパッといけないんだから、うん、このセンターファンブルしねえかくらいかなの感じで、そうそうそう、たまに俺なんか大学の社会人って見るんだけど、うん、ワンアウトランナー三塁ゴロゴー、ホームですよっていう、うん、でバッターがサードゴロ打ちました、うん、ベンチがイゲスタが行きました、うん、ね、完璧にアウトでした、うん、でそれベンチのサインだからしゃあねえっていうよりも、うん、そうじゃねえだろって、うん、できれば投げてシャッフルをして打ちました、うん、三塁をちょっと見てどういう体勢で取っているのか、うん、それによって正面だったら行けって言ったけど行ったら自殺行為になるんで途中で止まってランダムプレーになってバッターランナーを二塁に出しなさいよっていう、
これだったらチャンスあるよね、ここからこう投げなきゃいけないんだから、うん、そしたらガーンっていきなさいとか、うんうん、その辺はまあ訓練によってなんとかなるような気がするんだけどね。そうですね、うん、それはもうチームとしてやるべきことです、うん、絶対やらなきゃダメです、うんうんうん、だから一時期ほらギャンブルスタートっていうのが流行ってきたじゃない、うんうんうん、ライナーしゃあないけどな、ゴロゴーでカーンってやったりでもう2メートル3メートル手前でアウトのギャンブルスタートもなんか考えられよっていう、うん、もう一つそれに似たやつがね、スクイズですよ、うん、あスクイズの時にキャッチャーあからさまにもうこれちょっと外すだなんてとかあるでしょ、うん、行きながら外されるんじゃないかっていうのも頭に入れながら行けっていう高校があるんですよ、うん、で実際に外したら止まっていいんですよ、うんうんうん、でもほらどの程度外すかわからない、バッター一生懸命やるわけだからさ、うんね、うん、そうなんです。でも決め事でも決めてるんで外されたらバッターやらないんですよ。あ、そうなのか。それだったらいい。練習されたりやらないんだ。そうです。やらない。もうそれがチームの決め事で、うん、練習から練習してるんですって。ああ、それはすごい。やっぱそれはすごいじゃないですか。それはレベル高いよ。はい、うん。だから外されることも多いわけですよ。おいおいおい、だから外された時にバッターはやらない。うん、バッターは止めるっていうことを訓練してるチームもある。すごいね。すごい。で比較的スクイーズ外す時ってキャッチャー単純でこうやってやるそうそうそう、ね、サイン出してないでしょ、何これピッチャーにサイン出してないじゃん、これ外せじゃないのっていうのは見えるキャッチャーいるんですよ結構、うんうん、だから見なさいって言われたからね、でコーチャーの声を信じて信じとけって、うん、帰る意識を見ながらしながら顔を見て目だけはキャッチャー、うん、まあそういうのはまあ教育訓練だから。で、あの最近話題な某球団だけどランナー二塁で、はい、ねノーアウトランナー二塁、ワンアウトランナー二塁、三遊間の打球でありますと、うん、この必勝法、失敗法に関しては自分よりも右の打球は抜けてからボールを行きなさいっていう、うんうん、最近のプロ野球の球団、某球団はいや、それ行ってもいいんじゃないみたいな、うん、ベイサーズなかった？あ、やりましたよ、うん、コーチの時やらしました。で、前年度はそれでアウトになった人ゼロです。三遊間飛んだ打球に行って、三遊間飛んだ、サードが取った、うん、はい、でもランナーはサードをかわせるわけ、うん、だからアウトゼロですか、うん、おそういうことはヒット1本で点数が取れるわけです。サードでゴロゴーした時に、うん、これどうしてもホーム行ってもアウトだろうって言った、うん、挟まれろって言ったじゃないですか、うん、セカンドランナーも一緒ですよ、うん、あこれもういかんと思ったら、うん、挟まれて打者走者がセカンドに来れば一緒じゃないですか、うん、でそれをキャンプの時に練習したんですよ、うん、だから実際には大体5秒ぐらい我慢すればこっくるんですよ、うん、もう投げれない、うん、当然三遊間のショートが取ったら間に合わないわな、間に合わないです、無理で、うん、その時に三遊間飛んでるわけだから、うん、セカンドランナーっていうのはちょっとオーバーラン気味に入ってるんじゃないですか、うんうん、ということは石毛さん取ってさ当たるのに投げないでしょ、うん、ショート投げにくいよ、はい、うん、で1個取りに来るんですよ。その代わり三遊間抜けたやつが帰れるじゃないですか、うん、1点取れるな、ヒット1本で1点取れる。だから結局ワンアウトセカンドの時にヒット1本打って、うん、ワンアウト1、3塁じゃないですか、うんうん、次のバッター内ゴロだったらゲッツーなんですよ、うんうん、点入らない、だったらもうこれ取り行こうよって、うんうん、そういうのはなんかいいミーティングしてるね、うん、いやあの時に申し訳ないけど結構防御率が悪かったんですよベースターズが、うん、だから点数取らなきゃ勝てないじゃないですか、うんうん、でもアウトになってもいけと、うん、そこから正面飛んだ時には挟まれようよっていう練習をするわけです、うん、あーサードゴロ、はい、だからもう目の前に飛んだやつ全部行くんですよ、で意外といいスタート切れるんですよ全部、うん、ライナーは戻りますよ、ライナーは戻らなきゃいけないけど、うん、ゴロ行ったやつは必ず行こうよと、うん、うちはね、はい、あのそういうのもやるんだけども、まずシャフルするじゃないですか、うん、まあショートが教えます、シャフルしてボールになった時にパッ帰る時にチラッとショート今持ってる位置確認しようって言うんですよ、うんうん、そうするとあこれぐらいだったら三遊間いけるなっていうのが分かるから、頭で準備していれば体自然に動くよっていうことはやらせてますね、うんうん、何でも意識づけと訓練、まあうん、訓練ですね、なんでもっとよりもっとという、うん、そういう探求心がコーチも選手も持ったら訓練をやらせるってところだな、うんうんうん。